W.A. オブルッチョズ・ウラジミール・オーブルチェフは、ロシア、ソビエト連邦のシベリア、中央アジアの研究で知られる、地質学者である。また地質学の専門知識を活かした、秘境 SF の古典の作者としても知られる。ペテルブルク工業研究所で学んだ。金鉱山の研究を行い、シベリアの金鉱床の生成の理論を研究した。中央、アジアやシベリア鉄道の建設に関わり、 スウェーデンの探検家、スベンヘディンのシベリア探検の援助を行った。カラクム砂漠、アムダリア川岸やウズボイガーの枯れ跡の調査を行った。バイカル湖やレナ川、ビティム川流域の近郊の地質学調査も行った。1892年から1894年には、グリゴリー・ポターニンの探検隊に加わりモンゴルなどを調査した。1929年に、 ソビエト科学アカデミーの会員に選ばれた。シベリア、中央アジアの半世紀にわたる研究をまとめた、シベリア知史3巻とシベリア地質調査の歴史5巻を表した。これらの著書で、中央アジアとシベリアの起源、シベリアの糖土の形成、シベリアのテクトニクス、金鉱山などについて論じた。地質学、鉱山学に関する多くの一般向けの著書も表した。 これらの業績で、レーニ賞など多くの賞を受賞した。ロシアでは、SF 作品、プルトーニアとサンニコフ島の著者として有名である。アーサー・コナンドイルの、失われた世界の展開に、地質学や古生物学の豊富な知識を加えた、物語である。サンニコフ島は1811年に、ヤコフ・サンニコフによって発見が報告された。 北極海の幻の島の名前からタイトルが付けられている。ソビエト時代にも少年向け冒険小説ゴールドディガーズ・インザ・デザートやインザ・ワイルズ・オブ・セントラル・アジアを表している。ありがとうございます。